エルデンリングの DLC のメタスコア、こちらが発表となりました。なんと95点。かなり高いですよね。最新ゲームプレイ動画公開ほか、ボリュームは本編の3分の2以上、ボスは丸々体以上いるなど、特大ボリュームであると判明いたしました。そして事前ダウンロードも開始と、こちらがかなり話題となっておりますね。DLC のメタスコア95って高すぎるでしょ。いやー、これあれかな、ゲームの本編と、DLC 含めて、今年発売したゲームの中では首位じゃないかな。今のところは、FF7 リバースが確か92点ぐらいだっけな。ちょっと増減するので、今どれぐらいかはわかりませんが、確か92点ぐらいだった記憶がありますね。なので、それを超えてきている状況か。まあもちろんこちらもですね、暫定的ではあるので、ここから増減することがあるかと思いますが、まあ概ね95点前後で安定するんじゃないかな。はい。まあそういったところで、かなりのですね、高評価をユーザーから受けているわけですが、いや、これはすごいな。あれ ?94 点なんか今のところは。まさかのこれ DLC で、いやーけど、ゲームオブザイヤーもこれあり得るのかな、どうなんだろうか。まあさすがに本編ではなくて DLC っていう位置づけでゲームオブザイヤーはさすがに難しいんじゃないかな、どうでしょうか。ただまあ2024年、こちら発売したゲームの中で有力なゲームっていうのが今のところ不在なので、まあどれぐらい売れるのか、どれぐらい話題になるのかで変わってくるかと思いますが、今のところは、最有力候補が、ファイナルファンタジー7リバース、FF7 リバースとなっておりますので、まあ、ワンチャンドラクエ3リメイクが、年々発売決定しておりますから、まあ、駆け込みで、こちらが受賞する可能性もあるけど、有力候補がガチで不在だからね。これは普通にあり得る可能性もあるけど、たださすがに DLC でこれゲームオブザイヤーっていうのは違和感がすごいあるので、まあないんじゃないかなと思うけどね、どうでしょうか。まあそんな感じでございます。で、今のところは、メタスコア94点らしくて、まあ相当話題となっておりますね。まあ本編もこれに伴って、まあかなり売れるのか、まあそれとも売れないのかわかりませんが、YouTube 上でもですね、ファミ通が早速レビュー動画を投稿しておりまして、非常に話題となっております。いやーけどここに来て、様々なゲームの情報が出てきましたね。これとは別途任天堂ダイレクトもございまして、任天堂スイッチ向けにも様々なゲームが出る予定になってるからね。まあロマサガであったりとか、先ほど述べたドラクエ3リメイクとか、それらのゲームも年内になんと発売決定しているし、で、あと噂ベースで広がっておりました、ゼルダの伝説の、新作っていう、お話があったかと思いますので、それらのゲームもあるから、まあ結構後半は盛り上がりそうな感じがするよね。まあいよいよ2024年も折り返しとなっておりますが、ここに来てゲーム業界かなり賑わっております。いやーけど3分の2以上っていうのはすごいよね。なんかその予想ベースの話では、まあ DLC なのでやっぱりそのボリューム的には3分の1程度で、マックスでも半分程度に収まるんじゃないかと、そういった予想が立てられておりましたが、大方の予想と反してかなり好調な状況となっております。いやーけど本編の3分の2以上はすごいな。だからまあ相当遊べるんでしょうね。ただエルデンリングって結構死にゲーである点と、でこのエルデンリングの DLC の落とし穴としましては、まあ DLC 買う方ってそもそもクリアされた方ぐらいじゃないかなと思ってんだけど、確かその本編をクリアしてないと DLC で確か遊ぶことができなかった記憶があるので、まあ DLC に湧いておりますが、このゲームクリアされた方しか、遊ぶことができないので、まあそこのところは注意点かな。ただこのエルデンリングもね、クリア率かなり低いので、ちょっとそこのところは課題かもしれませんね。
まあ、やっぱり他のゲームと比べると全体的に難易度がかなり高いので、クリアできる方っていうのが限られているんですよってところもございまして、結構クリア率で考えると厳しいので、まあ、おのずとプレイできる方も限られてしまうんじゃないかなと思いました。ですので、まあ、そんななんかバカ売れするかって言われると、まあ、そんな売れなさそうな感じもするよね。っていうかクリア率が低すぎて買える方がそんなにいないみたいな感じでしょうか。ただやっぱりそのコアユーザー、特にそのコアなファンからすると、これはかなり嬉しい内容になってきているのかなと思いました。いやけどこれはね、これでかなり嬉しい内容ではありますよね。はい、まあ、とりあえずそんな感じでございます。いやーこれすごいな、ゲームオブザイヤー並みだね。うん、ただエルデンリングはかなりね盛り上がりを見せておりますが、一説によるとエルデンリング2かな、こちらね、まあ、以前からかなり噂が飛び交ってるけど、任天堂スイッチ2向けとか、プレステ5向けに、開発をしているんじゃないかっていう噂も別途これとはね、別にありますよね。まあまだ出るのはまだまだ先になるのかなと思ってるんですが、まあ、ダークソウルとかもそうですけど、まあ1、2、3みたいな感じで出ておりますので、まあこのエルデンリングもかなり売れておりますから本編、まあ普通にナンバリング化してもおかしくないからね。なんか個人的な見解としては、まあ DLC で出すっていうのもすごい嬉しいんだけど、なんか純粋にね、エルデンリング2みたいな位置づけでもうちょっと早く出してくれた方が良かったんじゃないかなとは思いました。まあ DLC も DLC でね、かなり盛り上がるかと思いますので、まあとりあえずかなり楽しみだなっていうのが率直な感想でございます。まあ事前ダウンロードも開始しておりますから、まあもしねこの動画見た方もしいらっしゃいましたら、ぜひですねこちら皆さん事前ダウンロードされてみたらどうでしょうか。ただエルデンリング DLC 発売前に全世界売上1位になると書かれている通り、まあ世界目線で言うと相当ダウンロードされてるみたいですね。まあその日本国内の売上本数で言うと実はそんなに多くはないんだけど、やっぱりその世界目線で言うと、まあ、相当売れてるゲームとなっておりますし、それこそ1000万本を軽く突破しておりますので、まあ仮にそのなんだ本編買った 10% ぐらいの方が購入すると仮定しても、まあ、数百万軽く売れるわけだから、まあ、そう考えると普通になんかゲームオブザイヤーもありなのかな。うん、どうでしょうか。まあ、そんなところで一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。ぜひ皆さんエルデンリングの感想などもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、また続報が来ましたら取り上げていきますので、よろしくお願いします。ではまた、バイバイ。